藤谷蓮次郎です。記憶旅行と題しました当チャンネルご覧いただいてありがとうございます。本日も私の好きな一曲、おすすめする一曲をご紹介いたしますので、どうぞ最後までゆっくりゆったりした気分で、それからぜひおおらかな気分でご覧いただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。で、本編に入る前にお願いを申し上げておきます。こうして動画をご覧いただいている方の中で、あ、そうそう、その曲私も好きだったとか、あ、よく取り上げたわねというお褒めをいただける方とかですね、まあ、何の役にも立たないけど、一応おっさんが一人でやってるから不憫なんで応援してあげましょうという慈悲の心にあふれた方はですね、ぜひともチャンネル登録といいねの方よろしくお願いいたします。そうしていただけると私にとっては励みになりますので、よろしくお願いいたします。それでは参ります。今日取り上げる曲は原田真嗣さんの寒がりのボイス、1986年の3月の曲です。詩が安藤秀樹さん、曲編曲もちろん原田真嗣さんご本人です。曲の感じとしては強い燃焼感があるものではないんですけども、一番驚いたのはサビの部分というと、まあ、あんまり、ちょっとダサい言い方になりますけど、寒がりのボイスのところが2回繰り返された後で上がるんですね。2回か1回だけが寒がりのボイスで、タタ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 の次もう一回上がって寒がり、これのまさかこのサビの段階でこの上げていく、しかも繰り返して、燃焼感のある歌にするためには、そして聞きなじみのあるとか聞きやすい曲にするためには、同じフレーズ、しかも、比較的パブリックなというか、まあ大衆性のあるポピュラリティのある表現を、繰り返すというのが一つの技なわけですけども、ずらすんですよね。これが驚嘆しました。うわー、やっぱこの人はすごいなと、逆に言うとこの感じがあるとデビュー当時のあの破格の美少年、美少年性が先行して人気者になってしまったために、それ自体は多分ご本人にとっては不本意だったんだろうとは思いますけども、なぜ本人の美少年性と松本隆さんの詩が描くその女の子に言い寄ってったりする世界観、あるいはちょっとうまくいかなくて拗ねながら歌ってる若々しさみたいなものがドンって伝わってた時代に比べると、この曲も多分ラブソングなんだろうなとは思うんですね。その雨に濡れてるような女性を見ながら、その寒がりのボイスっていう感じが、寒がってるのかな、まあなんか抽象的なんです。単純に男女で好きで愛してる、抱きしめたいとか、そういう感情じゃないところに行くもんで、やっぱり原田真嗣さんのこれが骨格にあるものだなんだろうなと思うんです。安藤秀樹さんという方が詩なんで、原田真嗣さんご本人の詩ではないんだけれども、メロディー自体もぐーっと盛り上げていくという感じじゃなくて、歌謡曲的なところからもう完全に離れて、いろんな仕掛けをしながら、音の作り方も結構なんかデジタルな感じにも聞こえるし、そういういろんな実験をしながら男女の愛に置いていくんだけれども、もっと抽象的な世界を描いているように私には見えますが、原田真嗣ファンの皆さんいかがでしょうか。で、もう一つ情報としては、この2人のコンビっていうのはいろいろ調べると、当時の吉川晃司さんのキャンドルの瞳がこの2人じゃないかってらしいんですけど、それで言えば明らかに分かりやすいですよね。こっちぜひ聞いたことない方聞いてみてください。いい曲です。特に皆さんびっくりされるのは、さっき私に言った寒がりのボイスが2回出てくるんですけど、それをわざわざピョコンと上げて、最初が少し暗めの色調の寒がりのボイスで、次は何とも言えないこう明るさも、さっきのよりは明るさを含みながらメランコリックな感じの音に変わる寒がりのボイスがもう一回出てくるんです。で、こういうメロディの工夫と歌詞の世界観も直接的なものではなくなってる。吉川さんの歌の方は明らかに誰聴いても同じ映像っていうか、同じ、メッセージみたいなのを読み取りますよね。
それをあえて多分原田さんのオファーというか方向性の、まあ、原田さんのコントロールに従って安藤さんが要求に従って安藤さんがこういう詩を書かれたのかなという気はいたしますが、やっぱり一筋縄ではいかないメロディー書くところが原田真嗣という人のおかないとこだな才能のすごいとこだなと改めて感じた次第です。今日は原田真嗣さんのシングルレコードから一つ、レコードというかシングル曲から一つ、寒がりのボイス、面白いですよこれも、この後がこの前か、この後が見つめてキャリーオンですかね。あっちの方がだいぶ明るくなりますけど、あれもなんかサビらしいサビはどこにあるんだと思いながら、結構な多幸感、あのたくさんの幸せと書いて多幸感があると、いろんなことを試そうとしてるんだなずっとっていうふうに改めて感激した次第です。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。ぜひともよろしければチャンネル登録といいねの方をお願いいたします。原田真嗣さんまた取り上げてまいりますので、またの機会よろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。ご覧いただいてありがとうございました。